こんにちは、鹿児島の山口農園機構です。今回はマキタのバッテリー式草刈り機を組み立てます。まずハンドルをつけます。コードのついたスロットル側のハンドルを下から通して止めます。軽く止めて角度を見ながらしっかりと締めていきます。次にプロテクターをつけます。邪魔だからと外す方もおられますが、安全のためにしっかりと取り付けてください。次にチップソーを取り付けます。横に回転止めの穴が開いているので六角レンチを刺せば固定できます。刃の回転方向を間違わないように気をつけてください。バッテリー式の草刈り機にはマキタ純正のホワイト塗装されたチップ層が抵抗が少なく電気の消耗が少ないためおすすめです。Thank you.
ご自分で組み立てる際の参考になれば幸いです。山口農園機構でした。